はい、どうも、マジキチです。ラブライブスーパースターのウェイハースですね。これがなかなか渋いで、こういうの買ってきました。部屋のスミレ率が異常に高かった、でやめようかなと思って昨日行ったんですよ。で昨日イオン行って、まあなんかこういうのがね置いてあったんですよね。こういうのが こんな感じで売ってて、ちょっと悩んだんですよ。まあ700円ぐらいやったらありかなと思って、あと残り 1,2,3,4,5,6,7 だったんで、これちょっと異物混入してますけど、これは意図的に買ってます。7枚な700円ぐらいで外箱手に入るんだったら買ってみようかって思って買ってみました。ちょっと待ってね。こんな感じ、裏は真っ白ですね。まあ意外とここまでがっつり買ったのはないかな。絵がねそこまで、まあパケ絵は可愛いんだけど、書き下ろしってわけでもないので、そこが良心的じゃないので、正直悩んだんですけども、まあクリスマスだしいいかなって思って買いました。ってなところで、いつもの言うと捕食シーンですね。僕個人としてはやっぱりクークーちゃんが欲しいですね。クークーちゃんが欲しい。いいね。まあ当然だけど甘い。意外と使いますね。話それますけど、ドリップコーヒーフィルター、しかもこれ30杯を入っててめっちゃ便利これ。このタイプのやつを自分で粉入れてできるんですよ。絶対こっちの方がお得。ああいうタイプってあんまりね量入ってないですよ。正面行きたい。よし、クークちゃん頼む。クークちゃんちっちゃんだ。マジかよ、渋いなこれ。あと7枚しかねえぜ。まあ
けどクークーちゃん来ないってことはありえないな。クークーちゃん頼む。ちょっレンちゃんだ。おお、結構渋いなこれ。結構渋いな。ねえ、まあ確率論でね、数字は計算できるけどね、電算機で、まあ、実際の確率と当たるかどうかっていうのは別物ですからね。いやー、わりかし渋いなこれ。でどこに入れよう。まあここでいいか。そんな順番とかこだわってたらダブリとかソーティングとかクソめんどくさいから、これでいいか。せめて書き下ろししてくれよとは思うけどね。どうなんだろう、そのあたりは。まだ俺が駆け出しのラブライバーやからかな。あ、けど後ろの絵いいな。後ろの絵結構可愛いな、レンちゃん。結構このあたりが、このあたりがセクシーだね。ああ、そうか、下半身も映るのか。いやらしい、いやらしい言い方な、下半身も映るって。なるほどな。まあいいんじゃね。こんなもんでしょ。あと7枚。クークーちゃんがね、来てほしいな。さすがにもう一巡はっていうところはある。なんかおしっこ行きたくなったのがなくなったんだから、尿意が引いた。いやマジか、クークーちゃん当たんねえな。マジか。アマゾンでコンプリートセット買った方が安いような気がする、いろんな意味で。ごちそうさまでした。それではまたの。